猛暑日に早くもおでんが発売されました。日差しが照りつけてまだまだ暑い中なんですけれども、こちらのコンビニではすでにおでんコーナーが設置されて湯気が立ち上っています。コンビニ大手のローソンは今日からおでんの販売を開始しました。買う人の6割を占める女性の要望に応え、野菜の入った具の品揃えが豊富だということです。セブンイレブンも今日から野菜だしなどを使ったおでんを販売します。びっくりしちゃった今、おでんの匂いがすると思って。珍しいのでちょっと買おうかな、一杯やりたいぐらいです。おでんは気温が下がり始めると売れる傾向があり、真夏から売り始めることでいち早く客に周知させる狙いがあります。